ご視聴ありがとうございます。今回は札幌一番味噌ラーメンをアレンジしてみました。まずはキャベツを入れたいので切っていきます。今の時期春キャベツしか売ってないと思いますが、普通のキャベツでもいいです。僕はどちらかというと普通のキャベツの方がシャキシャキ感があって好きですけど、今回は売ってなかったので春キャベツを使います。キャベツを適当にざく切りにしたら、鍋にお水 500ml を入れて沸騰するまで待ちます。中火。沸騰してきたら赤味噌を大さじ1くらい入れていきます。赤味噌を入れることによってより美味しくなります。赤味噌が溶けるまでかき混ぜて溶けたら、札幌一番味噌ラーメンの麺を入れます。僕は片面が好きなので2分でセットします。1分くらい経ったところで麺をほぐしていきます。完全にほぐさなくても良いので春キャベツを入れていきます。多かったかな。ちょっと多かったような気がするけど、結構小さくなってるので良しとします。タイマーが鳴ったので粉末スープの素を入れます。あとは粉末スープの素を溶かして丼に移します。この後丼に移して真ん中に生卵を乗せて出来上がりなんですが、カメラの調子が悪かったのか途中で止まってたので写真だけになります。Thank you.